こんにちは、ルピナです。 SNS やブログの発信がね、楽しかったんだけれども、いつの間にやら苦しくなっちゃってね、ああと思ってる方に今日はお話をします。東京はね、雨でなんかね、いい感じでこう秋が深まってる感じですね。ね、そもそも発信、SNS の発信とかね、ブログでも何でもいいんですけど、そういったものをこう発信する時のね、マインドとして、こんな風になってませんかっていうのをちょっとね、こう想像してみてほしいんですけど、もう発信するならその他大勢じゃダメだわ。もっと自己主張しなきゃダメだわ。という動機のもとに、私、ここにいるよ。見えてる？聞こえてる？こっち見て、気がついて、振り向いて、ねえねえ、私のこと忘れないで、なんていうコミュニケーションになってませんかっていうことなんですね。いや、私はね、なってましたね、以前ね。完全にもこういう感覚だったんですよね。まあ、ね、SNS、まあ、発信が得意な方にはとても信じられない、何言っちゃってんのっていう風話になるんですけど、ものすごくですよ、なんかこう発信することによってこう寂しい、自分自身の寂しい気持ちや、ぽっかり寝穴の開いたような、それでいて焦るような、一人取り残されて孤独になってしまうようなね、そんな感覚がね、呼び起こされて辛かったですよね。まあ、もはやこれは発信の話じゃないっていうのはね、聞かれている皆さんにはよくよくわかると思うんですけど、まるでだからね、街中のね、騒々しい喧騒の中で一生懸命声を上げても、私の存在はこう誰にも届かないとか、せいぜいね、通りすがりのところでちらっと見てもらえる、でも誰も話を聞いてくれないっていうような、なんかもう孤独感の塊みたいな、気持ちが出てくるんですよね。発信することがね、こんな気持ちをなぞってしまうのであれば辛すぎですね。今なぞってしまうというふうに言いましたが、そうなんですよ、覚えがねあるんです。どこかでこういう経験をしました。で、その時にこっち見て、気がついて、お願い振り向いてっていう感覚を深く心に刻み込んだ経験っていうのがあるのではないですかね。で、これをね、もうこんなの辛すぎるから二度と味わわないために、できるだけ声を大きくしましたっていうね。これが発信そのものの工夫なんであれば、もうそれはね、当然辛いですよね。嫌になりますよね。だって他の人をこう押しのけて叫ぶことが発信ではないですからね。そしてね、こう、もちろん発信の内容自体はいくらまともだったとしても、こう根底に流れるね、自分自身のエネルギーとか波動っていうものが、このように苦しいものだとすると、もう、こう、静かな満足っていうのが得れないんですよ。いくらやっても満たされずに、何かこう、華々しいね、ものすごい結果、成果っていうものを求めてしまうんですよ。これがまたね、苦しくなる原因の一つでもあるんですけど、こんな話してたら今、Close to You という曲が流れてきてますね。カーペンターズのカバーかな、好きな曲ですけど、うん、シンクロですね。このね、皆さんよくご存知だと思いますが、大ヒットをね、飛ばした兄弟のデュオで、このカーペンターズの妹さんの方かな、カレン・カーペンターさんという方は拒食症で亡くなってるんですよね。32歳という若さでね。もう、なんだろうな、スタートして売れているにもかかわらず、摂食障害にかかって亡くなってしまったということで、まあ、これを機会にその摂食障害とか拒食症というものが世界に知られる、一位になったんじゃないのかなと思うんですが、ダイアナ妃もね、かかったことがあるっていうことが言われてますけども、まあ、そのカレン・カーペンターさんの歌声はね、本当に明るいし、なんか爽やかでね、全然こう苦悩なんてものを感じられない、いい曲が多かったんですけど、まあ、本人のね、苦悩なんてものは当然こう予測もつかないですし、わからないしね、そこは立ちっちゃいけないところだと思うんですが、でもこうたった一つね、言えるのは、やっぱり
私もそうですけど、本当の心が望んでいたんじゃないものを求めて追いかけてしまったんじゃないのかなというのは、想像がつきますよね。私も拒食症になったことがあって、会社員だった頃なんですけども、随分だから随分前の若い頃ね。で、会社のビルの入り口に立ってたら、今でもよく覚えてるシーンがあるんですけど、そこにこう会社で一番こう美女と言われていたね、美しい方が通りかかって、私に向かって「ねえ痩せすぎじゃないの?」ってすごく心配してくれたんですよ。今でもね、その時のこう空気感とか見えていた景色とかがありありと浮かぶんですけど、また着ていたね洋服、自分が着ていた洋服とかね、黒の何かサテンのようなこうちょっと光沢のあるパンツをね、スリムなパンツを履いてたんですけど、その痩せすぎじゃないのって言われたんですが、私はどこがっていう感じでしたね。もうだから感覚がやっぱりね、この摂食障害になりか、なりかかりぐらいで止まってよかったんですけど、でも完全に感覚はね狂ってましたよね。今ではおかげさまで立派なむっちり体型になりまして、そんな過去はどこやらっていうね、もうちょっと痩せてもいいんじゃないのかなっていうぐらいの感じなんですけどね。はい、橋の話にね戻りますね。そもそもね、こう何かを望んで声を上げるっていうのが発信ですよね。で、これは欲望があるっていうことですから、本来は健全なことですよね。で、発信そのものは楽しいはずです。工夫することも、どうやったらね大勢の人に届くかなとかね、どうやったらこうちゃんと理解してもらえるかなとか、楽しんでもらえるかなとか、そういう工夫がね楽しい時はいいんですよ。でもさっき話したみたいにね、そうでない苦しくなっちゃう のであれば、私は本当は何を訴えたいんだろうっていう自分の気持ちをこう丁寧に感じてみてほしいんですね。無理やり続けたり、何か自分が悪いんじゃないのかなっていうふうに自分を責めるのではなくて、自分のハートにまず寄り添ってほしいなと思います。そしてね、その上で楽しい発信をしていきましょうっていうことですね。そもそも自分をのびのび表現したり、本来の自分をこうね分かち合うっていうのは楽しい嬉しいことのはずですからね。一緒にぜひ楽しい発信をしていきましょうと思っておしゃべりしました。ではでは、またお会いしましょう。